マンボウです。もう最近種明かしをして大炎上中のマンボウでございますが、今日はまたあの有名なマジックを解説しちゃいたいと思います。真ん中あたりに入れたサインカードが上に上がってくるというあれです。ではやってみましょう。では1枚ですね、どれでもいいんでカードを選んでいただいていいですか。できればこっちがいいので、これでもお願いしていいですか。こちらですね、サインをしていただいていいですかね。世界で1枚だけのカードに仕上げていただきたいと思います。素晴らしい、ありがとうございます。ストゥーシーと書いてあります、多分ですね。ではこちら真ん中あたりに入れます。確実に真ん中あたり入っているのが分かりいただけると思います。これが指を鳴らすと上の方に上がってやってきます。指を鳴らす前はまだ上がってないですね。しっかり見てくださいね、上がってない、全然上がってる状態ではないですね。で、これをこれ使わないんで出てきますけど、指を鳴らしてあげると上の方に上がってやってまいります。これをね解説したいと思います。もう皆さんも、まあ、演技見てね不思議でたまらないと思いますが、まずは真ん中辺に入れます。これはもう真ん中辺に入れちゃっていいですね。真ん中辺に入れた後に指を鳴らす前は上に上がってはいませんというのを、これを見せるときにめちゃくちゃ近づきます。そうするとお客さんの視界がこうなくなりますんで、その中からさっきのカードをこっそりバレないように探し出して一番上に載せてしまうですね。で、このカードをここに載せちゃうと一番上に来ませんので、これはお客さんに全く気づかれないうちにこうなくしちゃいます。で指を鳴らしてあげて上がってきたと。これがですね、よく皆さんテレビで見る真ん中あたりにカードを入れたのに上に上がってくるというマジック、すべてのマジシャンがこうやっております。また炎上すると思いますが覚悟しております。マンボでした。